あ、止まってる、止まっちゃったんだ。最悪、ちょっと待ってくださいね。いや、1時間前からってことない、ちょっと最近だね。あー、もう一回復活した。おー、びっくりした。ごめんなさい、ごめんなさい。今ちょっとトラブルがありましたけども、一回途切れちゃいましたけどね、大丈夫だね。はい、OK、大丈夫です、大丈夫です。ネット環境がね、ちょっと今ドタバタしてましたけど、OK ですよね。で、シャンディガフの話と、トマトジュース。トマトには、トマトジュースに砂糖入れる、なんで。え、入れません、関西。入れないよね、俺聞いたことないもん。俺は関西じゃない、関東だけど。うちの関西の居酒屋にはトマト、砂糖を持ってった。居酒屋の。いやー、全然わかんないな。本当は美味しい。美味しい。食べたことある人コメントください。もし食べたことある人コメントください。トマトに砂糖を食べてかけて美味しいっていう話が出てますよ。すごい美味しい。そんな焼酎がある。ええー。本当以外。つまみになる？あるなる。塩の方がいいよね。今度家来て。つまみにするんだったらだって。うん、それなら料理できる。料理料理じゃないでしょ。もうかけるだけでしょ。トマトも切れる。トマト切って。ちょっと試してみたいな。でも確かにそうだね。シロップ入れてたね、うん、トマトジュースに、うん、いや入れへんこと次回で、あ、びっくりした。いや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 、俺入れるとしたら塩ですよ。ちょっとこう塩系でククッという。だからトマトに塩は絶対あるでしょ。そう、でもまあ食べないけどね、私は食べないの。おかしな、おかしなゲスト2人が来ちゃったのこれ。ちょっと普通すぎるからね。違う、なんかそこで斬新さいらないでしょ。トマトは生ってかそのままでしょ。そのまま、そのまま、やっぱ一番美味しい。塩かけないんだ。塩かけない。だからトマトジュースが飲めなかったのは塩が入ってたから、うん、ああ、いやでもそんな分かるような分からないような、いろんな人がやっぱこれが楽しいじゃないですか。シャンディーが試してください。シャンディーが試してください、ぜひぜひ。美味しいです。いいこと教えてもらった。あ、トマトに砂糖もいいこと言ってもらった、ね、これ俺今知ったって人多いと思うからね。いや、奥さんに聞いてみて。いや、だって一回もやってる見たことないもん。絶対ナスちゃんとかうわ、美味しいって言うと思う。本当に俺全然想像つかない。スイカに塩は分かりますよ。あ、スイカ、まあ定番じゃない、定番じゃない、甘いものに塩、うんうん、トマトに砂糖っていう難しいね。私今度トマトに塩食べてみて。ああ、ぜひ。じゃあ僕も砂糖かけて。今度それで飲もうか。それは何ですか、あの、な、甘いものとして食べた方がいいですか。あて。あてになる、うん、あてと、あと、水分補給。ちょっと、あの、チェイサーっていうかね。おー。お酒酔っ払った時に、それは、よく家で。え、それはどこの風習ですか。清水家。違う、清水家だもん。あの、大阪のじゃなくて。麦茶に砂糖入れてた。それはないな。麦茶に砂糖入れないでしょう。どう、誰が入れるの。私の友達入れてましたよ。私も飲めないけど、関東。入れない入れない入れない。紅茶じゃないんだからね。なんかバリのグリーンティーみたいな、ね、あ、ほんまや、うん、バリ、あの緑茶とか市販のやつも砂糖めっちゃ入ってるもんね。あ、まあやば、そうやって飲めばまあいける。まあでも自分でやるかってやらないけど、紅茶甘い、だから普通のテーマリスみたいなもんじゃない、うん、生地の麦茶版みたいな。ちょっと感覚的には分かんない。それなんか始まってる。何これ、うん、あ、これうちのんだ。びっくりした。びっくりなサプライズで何か出てくるのか。皆さんに声聞こえましたからね。あの BGM が急に大きくなって流れてきましたけど。さあさあ、で、まあそういう話もありますけども、このままだと全然終わらないので。終わんないね、終わんないね。ちょっとほんと水曜日の方行きましょう。水曜日行っちゃう。はい、水曜日。もうだって火曜日はビアビアでブラムがいいじゃないかと。火曜日にラフティングしてるってことは疲れてるわけだから、おそらく水曜日はまあスパでも行くわけですから。スパ行くね。スパ行きましょう。まあ、で、君の肌は綺麗だねみたいな。あ、カップルなんだね。やっぱりカップルで来てんだね。そうそう、やっぱりそういう感じ。そうだね。じゃあそのまま。彼女の誕生日。水曜日。マジですか、うん、すごい設定をクリアしてきますね。その場合はじゃあ彼女をだいぶ頑張んなきゃいけないね。頑張ってな、うん、でもそういうのあんま聞きたくないよね。いやいや、いいでしょう、いいでしょう。いや、要するに1週間飲み歩くのに対しての話があればいいわけですか。でもまあ普通に夜ちょっとマリに慣れてきたな。はいはい、まあ、うん、慣れてきたのかな。2日目だけどね。でも私が今すごい行きたいなと思ってるのは、はい、
きめちゃん、クブンのビストロ。クブンのビストロ、あ、俺知らないね、それ。ジャランハノマ。ハノマ。カフェ。うん。ああ。知ってる。そう。カフェの隣。はいはい、ハノマンの。そう、ね、うん、そう、ワインセラーがある、ね。あ、ごめんなさい、今注文を聞きに来ましたね、スタッフがね。ちょっと待って。じゃあ、あ、僕じゃあもう一杯。お酒はどうぞ。ごめんなさい、スタッフが今ね、注文を聞きに来ちゃいましたね。あの、説明してなかったね。あ、いいんです、アンカサでももうしょっちゅうありますから。そう、区分ってそう。ああ、あれね、めっちゃいいっす。あのね、実はあそこね、カフェっていう、あ、ハノマンの真ん中あたりにそのカフェっていう名前のオーガニック的なカフェがあるんですよね、うん、ヨガスタジオとか、ね、そのヨガ、ヨガスピリッツってね、はい、バリスピリッツだよね。勝手に名前作ってバリスピリッツとかやってる、はい、カフェ ね、 カフェね。でその隣に新しく系列で出したんでね、うん、はい、おしゃれで、ワインセラーがある、はい、とお酒のメニューが多い。おお、あと、なんかあそこ異空間って感じ、うん、いや実は僕ハニーマンゴーの写真を撮るのに、うん、ちょうどね、その区分カフェが工事してすごい面白いね、建物を作ってるところだったんですよ。でそこをバックに僕は写真撮りたくて、こうシャツを車に積んで、モデルさん呼んで、あの写真撮影させてくれって言って、あそこな、あの写真は。あ、違う、全部断られてる。あれダメだって言われて。そうなんや、そうね、おしゃれよね、めっちゃおしゃれ、それぐらい本当におしゃれだよね。なんか誰かがネットで見てくる、ディズニーランド、あー、わかる、わかる、ちょっと遊び心ある、うん、ある、うん、あ、なるほどな、あれはね、すごいね。え、行ってないの？まだ行ってない。まだ行ってないか。なんか行きたいけどなかなか。ちょっと敷居高いイメージはありますよね。そう、ちょっと一人はちょっと行こうか。フランス料理だっけ？あ、料理そうなの？違う？フュージョンか。フュージョンカフェじゃないけど、あの、あ、そうそうそうやね。いろんな UFO なの。UFO なんかな。でもなんか何パスタとかももちろん。はいはい。あるあるはず多分。そこはだから飲みながら食べれるの。あそこいつもこう通りながら、うん、すごい気になるけど、うん、そうだね、目引きますもんね、めっちゃね。誰か行ったことある人、行ったことある人コメントくれたら、はい、もしね、こんなとこだったよっての言ってくださいね、うん、確かにあそこだったらね、彼女の誕生日とかでも全然持てる。ああ、いいですね、ハノマンでお買い物して、そのまま歩いて、おしゃれ、はい、カフェクブン、カフェ区分ね。カフェ区分で、ただごめんね、ごめんね、マフや、マフや、私何か悪いことしましたでしょうかってスタッフがすごい申し訳なさそうに言ってきましたけど、大丈夫ですよ、勝手に我々が放送してるだけだからバレちゃった。申し訳ない。あ、でもまあ未知数ではありますよ、僕らは行ったことないから。そう、あ、だからちょっと行ってみたいなっていうのもあるし、はい、でも、うん、何かあったら、確かに新しい情報、うん、カフェ区分皆さん覚えてください、カフェ区分はいいですよ、行ってほしいな、行ってほしいね、これいいでしょう、水曜日カフェ区分で、うん、デートをするというカップルで来てる人はね、だからカップルで来てない方は前日か前々日に出会って、うん、水曜日に行くわけですよ、いいと思います。そして木曜日、木曜日スパとかに前日行って疲れも癒えて木曜日はじゃあちょっと金玉にあたってぐるっと回ろうかな。あ、金玉あるね、ね、金玉にぐるっと回って、あの手柄とか見て、棚田ですね、ランチャーズ見てぐるっと回って帰ってきた夜、疲れてる、多少疲れてるかもしれない、そしてちょうど中日だもんね、うん、その日曜に帰りますから。ゆきちゃんどこ行く？ちょっと疲れてるけど、ええ、飲みたい。ちょっと疲れてるけど飲みたい。ちょっと飲んで。はい。そうすると、梨だ。いいですよ、いいですよ。じっくり考えてもらっていいですよ。ええ、次の日の予定は何？ええ、あ、木曜日考えてなかったな。もうか、次の日は金曜日、金曜日はそうですね、まあ、サイクリングで海を走りますかね、ちょっとハードやな、軽くね、ほんなら、まあ、こんな時は
はまったりフュージョンじゃない？ああ、じゃあフュージョン。ここはやはりゆきさん来てるわけですから。ああ、そう、フュージョンで、ほら。フュージョンってね、すごい。フュージョンカフェ。ね、図書館もしてる。すごく長くて、その奥に、ね、ああ、そう、田んぼ見えますね。夕方ぐらいからこの日はもう、はいはい、近田周りから近いし。はいはいはい。ああ、いいですね。夕方ぐらいから、うんうん、ステーキ食べる。ね、ワイン。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？すごい、ワインも美味しいし。2品選べます。サイドディッシュ。ああ、ステーキプラス2品。うん、はい、サイドディッシュ選べます。そのサイドディッシュがフォアグラタンとか、ポテト、はい、サラダとか、一人で1回で一番少ない量で 250g から。ああ、いやー、少ないったって250って結構だよね。そう、一番少ない量で 250g でしょ。素晴らしいね。オーナーさんが自分が食べたらいっぱいになる量を出したい。オーナーさん素晴らしい。旦那さんね。キモタマ。キモタマ兄ちゃん。キモタマ兄ちゃん。年齢25、6なんだけどね。そう。25、6に見えない貫禄なんだよね。フュージョンで飲んで、ちょっと酔っ払って。フュージョンで酔っ払って。で、その帰りにチッタでもう一回。チッタで。そう、今聞きましたか、皆さん。あの、ヤサヒロコさんっていう優しい人でね、チッタより前にフュージョン出して、ついでにチッタに来てくれればいいんだよっていう、これ優しさですよ。テラス席があるから、ね、はい、もうこれじゃあ分かりました。僕のこれでパスタも食べてもらって、美味しいパスタとピザで舌包みを置いてもらって、うん、ね、スパークリングワインもあります。スパークリングワインもありますからね、ちったりはね。デザートにスパークリングワインあるのね。デザート、デザートっていうかパンケーキに合わない？パンケーキとか、え、合わない？合うんですかね。僕はあんまりシャンパンとかたしなまないもんで。シャンパンとかチョコレートとか何気にスイーツ何でも合わない。どうだってイメージとしては合うかな。私た、私何でも食べれる。私食べてるから。私何でも食べれる。寝起きですぐバビグリーン食べれる。うそー、無理でしょう。おはよう、ゆきちゃん、バビグリーン食べる、食べる。ええー、食べないでしょう。食べる、食べる、食べる。怖いわ、いい止まっちゃくそうだもん。夜中にインスタントラーメンの匂いで起きる人。いやー、その食べ出してくれ一口っていうことでね。で旦那さんがラーメン食べ出すとムクッと来て、何この匂い、食べる、食べる。すごい、食に対するこだわりが。一口食べてまた寝るというのね。素晴らしいね。だからね、あんな美味しいご飯が出てきたせいかな。そうだね、うん、そういう人を奥さんに持ったら旦那も頑張って料理しちゃうよ。もうそれがね、多分旦那さんにとってはあんま言わんといて。嫁がこんだけ嬉しそうに食べてくれるんだったら俺は作るっていうところから店が始まったんじゃないかな。だからお客、俺はこれぐらい肉食べないと満足しないからって言ってるけど、違うかな。違う違う、うん、うちの嫁が、お客さんが食べてお腹いっぱいになるそうぐらいから、あんま言わんといて。普通の人にしたら多すぎるわなんかこの間この250を半分にしてくれってオーダーが入ったね。後日来て、ペロッと食べてくれた。ああ、よかったよかったよかった。美味しいからね。フュージョン、チッタで流れて。でもチッタで、僕カルボナーラとかも好きですけど、スパゲティね。一番一押しは何ですか？でもカルボナーラは、うちのとこはちょっとソースが多め。確かに。うん、だけど、本当それが好きな人。そう、カルボナーラ。美味しい。みんな美味しい。あと、バジル俺一番好きなのはあれだった、カラブレッセ。あー、カラブレッセ美味しい、ね、あれうまいよね。あの冷製パスタなんですよ。ほうれん草ですか、違うね、バジル、バジルカラブレーゼじゃないし、カプレーゼな、カプレーゼか。もっと早く言ってくれな。今日なんかみんな広子語録期待してるけど、年頃いやいや、申し訳ない。カプレーゼ、そう、バジルのカプレーゼ、細いちょっと美味しい、ね、あれめっちゃ美味しいですね。美味しいよね。私も初めて食べる時、やばあれめっちゃたまらんすよ、俺大好きやもん。ツルツルツルってこういける。あれと、そう、白ワインとかね。あ、合うね、合う合う合う、うん、あのフュージョンでステーキ食べ過ぎた後に、本当にさっぱりあれね、そのコース行く人はよっぽど胃が大きくないとできるんだよね。よっぽど食える人じゃないと。あかんね、ジャイアント白田とか、そういう大食いの人じゃないと。うち、あの、今、ランチセットっていう。あ、やってます、まだ。そう、やってて。今、すぐに待ってやって、宣伝になっちゃ
すぐりはね、今ね、あのピザ屋だけど独立して、はい、やってて、ね、ちょっと支店としてちっちゃいテイクアウト専門、はいはい、すぐりは通りというのはハノマン通りの横に垂直に、うん、垂直に並行してる道ですけど、東川、東川ですね、はい、あるんですけど、そこを今ちょっとスタッフの結婚式とか出産が重なって、2週間ほど休みしてたんですけど、近々またオープン、ぜひパワーアップでオープン、ぜひパワーアップで、僕は帰ったら閉まってますからね2週間閉まってるって今聞きましたよ、ね、僕は、なんで閉まってんのかな、この間も閉まってるよって、もう潰れたのってバリジに聞かれたけど、ま、早すぎ早すぎ、パワーアップで、今度は今まではテーブルなかったんですけど、はいはい、テーブルも置いて、あ、いいですね、ちょっとメニューも増やして、はいはい、あのピザの味はもうお墨付きですからね、美味しい美味しい、もちもち、生地もちもち、あ、なんか新しい商品が出て、新しい商品、あそこね、やっぱりそのバリ人ね、はい、なバリ人ローカルの多い土地がある、そうそう、ローカルの人にもピザを、身近に感じてほしいっていう、はい、で、それまあ5000ルピアからあるんですよ、あのハーフサイズですね、ハーフサイズ、はい、で、うん、まあ1万5000円、一番高くて1万5000円、一万5000円プラスちょっとバリイタリアンウインナーとかね、おお、ウインナー、あ、もう出しますか、いろいろな揚げ物が、揚げ物が、揚げ物も、揚げ物、例えば揚げ物、ポテトとか、そう、ポテトはないね、ポテト、うん、なんかテイクアウトであるけど、ここから簡単に食べれる、あ、もう食べ歩きができる、やっぱりメインだ、ハノマンで買い物し、ちょっとそこ寄って、そう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 、それ持ってもう一回買い物に行くってことができる、軽くこう、ちょっと軽くね、そう、コーヒーブレイクみたいな、はいはい、おお、いいですね、いいですね、いつオープンですか、いつかな、あと今スタッフが今日面接して、悲しいからね、あれだよね、あのちょうどこのフィオリチッタのスタッフが妊娠してる子が 3,4 人いるんだよね、そう、3人いて出産とか重なって、もうみんな戻ってきてくれたんですけど、あ、もう戻ってきましたか、戻ってきたけど、まだちょっと8時間払ってたりとかね、はいはいはい、いろいろ重なって、そうか、あと1週間お待ち、あと1週間お待ちいただけたら、そちらの方でもお楽しみいただける、はい、はい、味はもうお墨付きですからね、本当に美味しい、缶ビールあります、缶ビールの、あ、いいですね、缶ビールとピザっていうのもいいじゃないですか、そうそうそう、もうビール飲みながらね、テイクアウトの片手で食べる、はいはい、あ、いいですね、なんかこうワイルドな感じでいいですね、ジャンクだね、そう、まあ、そうそう、ジャンクワルン、ワルンジャンク、名前違うけど、まあまあそっちは美味しかないね、はい、ぜひぜひ、楽しんでください、あのウブドに来られた方はぜひ、そっちすぐりは行って、だいぶ楽しめるコースができた、やってる、やってない、やってないね、やってないね、次の日の昼間に、昼間にそのあっち、そのピザ屋だけ独立したすぐりは店の方は営業時間は何時から何時まで、絶対空いてる時間は、はい、12時から、あ、12時から12時から頑張って、はい、8時ぐらい、ぜひぜひ、もうちょっと早く開けるよ、うん、でも12時やったらまだ昼ご飯でね、買いに行けますから、昼ご飯と、おやつ、夕方、この間までだって2時オープンとかやってたら、2時オープンで6時スズップだと、何ご飯にしよう、何ご飯ですか、おやつか、おやつおやつにピザは重いぞっていうところにいましたからね、みんなお昼ご飯に来たけど閉まってるよっていう人もそうでしたね、はい、楽しみにしましょう。というわけで、じゃあ木曜日は、はい、フュージョンとチッタの三銀眼のコースを堪能していただきたいと、ルーシア館三銀眼コースを堪能していただきたいと、多少宣伝っぽいけどね、この日は宣伝の日や、宣伝の日でも美味しいのは本当に美味しいから、それは俺が保証する、本当に美味しい、でもね、あの夜の三銀眼は涼しくて気持ちいいですね、確かに、で、あの駐車も簡単やし、はいはい、でどちらも景色がいいもん、そうそうそう、うん、夜でも気持ちいい、こうオープンだから、ぜひぜひフィオレチッタとカフェフュージョン、はい、ぜひ皆さん、はい、で堪能した後は、金曜日になりまして、まあ、サイクリングでも行くんでしょうな、そう ね, ね、サイクリング行っちゃう ね, ゃうね、で帰ってきてからさあどこ行くかと、どこ行こう、景色も行く、僕僕どこ行くかな、金曜日でしょ、ちょっとさ、ローカルの友達と会っちゃったみたいな、やっとバリ料理、あ、僕じゃあ僕の目線からやっぱじゃ彼女も一緒に来てて誕生日祝った後で、俺バリ知ってるぜ感を出したいじゃん、あのでもみんなガイドブックとかじゃないんだよっていう、どこかな、
ナッシャンプルやったらいっぱいしてたけどね。ナッシャンプルや。いやでもね、実は僕の住んでるところに、うん、宣伝になっちゃうけどね。僕の住んでるところ、飛ぶさやっていうところなんですけど、うんうん、そこに新しくね、ナッシャンプル屋ができたんですよ。まあ結構ね、うちの飛ぶさや通りっていうのは、まあハノマンから歩いて、まあ、20分ぐらいかかっちゃうところなんですけど、うんうん、そこ、10分ね、15分ぐらいか、15分ぐらいだね、ハノマン通りからね、歩いて、10分ぐらい、15分ぐらい。もうそんなかかないんでしょ。10分ぐらいか。ハノマンからだと、10分かかるよ。ね、場所によるんだよね。あ、そうか、俺が、うん、ベベブンギルの近くだから5分だ。ベベブンギルからだったら歩いて5分のところにね、あの、まあ、もともとその通りにね、すごいナッシュチャンプレーがすごい多いわけですよ。すごい、ね、すごい激戦区、はい、でその激戦区に新しくね、一軒参戦してきたところあるから。どこ？あのね、トゥブサヤからね、プリアさんに抜けるところにね、いや、あんまり土地勘ある人しか分かんないと思うんだけど、あのね、トゥブサヤからプリアタンに抜けるところの右側、うん、右手側に、うん、詳しい人はして、あのプリアタンに、トゥブサヤからプリアタンに抜けるところっていうのはバクソのあるところに抜けるんだけども、うん、そこに橋がありまして、うん、その手前の右側にちょっと階段登ったというか、ダンジョンってところの上にナッシャンプレができた。これがね、うまい。新聞載ってたね。新聞載ってた。そうそうそう。美味しいところ。美味しい。あれね、ボリュームがすごいね。すごいね。ボリュームすごい。あのね。頑張っちゃったね。頑張っちゃったね。俺だって本当に。あの、多すぎて減らしてっていうコンプレーンが出た。ああ、いいコンプレーン。なんでそんなの知ってるんですか。いや、すいませんうちの旦那。ちょっと宣伝みたいだけど、でも本当にあれだよ。では見ないの。どこ行っちゃうの。そう、旦那さんが、実はね、旦那さんのお母さんがもともとあのナッシャンプレーやってらっしゃるんですよね。50年以上ね。ちょっと外れのね、どこでしたっけ。ロッツンドゥのとこで、シルンガン村でやってまして、で、あの最近ね、新しく出したわけですよね、支店を。私本当8年間食べ続けて、はいはい、飽きないの。ね、あのね、本当にうまいですよ。もうなんか私が本当に好きで、こんなに私の中で美味しいなっていうのを、まだ皆さんに相談したら、じゃあやろうって。おうおうおう。で、お母ちゃんも頑張れよって言ってるから、そう。で、ちょっとね、ちょっと、なんて言うんだろう。あの、うぶどんのバルーンすごく美味しいけど、はい、ね、あの、観光客の人にしたら、辛かったね。ああ、そうですね。そうですね。はい、食べにくかったりしますね。ハードだったりね。うん、それを考えつつも、ローカルの人に来てほしい。はいはい。値段はすごく安すぎでしょ。俺元取れないんじゃないかと思うぐらいだもん。ね、私も計算したことないから。大丈夫？俺それどうなのかなってぐらい量すごいもん。お母さんがそれで10年間でお店とか建ててるから。でもほらだってね、ウブドに出すとなるとまたほらいろいろ場所代もかかるじゃん。そうなの、給料が。お給料はなんか大丈夫、設定一緒でしょ、あれ。なんかちょっと上げようかな、したから。ボリュームがすごいし、やっぱ肉の量が多いよね。肉多いね。あ、肉、そう、だから肉が多すぎて、ちょっと野菜増やしたぐらい。うん、肉を減らして、はいはい、っていうリクエストがあったから。はいはい。だから最近あるでしょ、ナスとかテンペとかも入ってるじゃない。私今ナス好きやろね。あ、本当。ナスブーム。ナスブーム。本当、うちの嫁も大好きだっつってるよ、あれ。うん、バリ人にナスブーム。あ、本当。あ、バリ人自体に。バリ人はナス食べたい。なんで？でも美味しさ。に気づいたのかな。気づいたのかな。か、身近になったかどうか。あ、本当に。ナスすごいよね。ナスはないのかってくるの。え、本当。え、その食べ牛にも。バリ人が。うん、なんでそのナスに食べ牛に。でも。ベジタリアンとかね、そういうあの野菜に関して食べやすいの。バリ人にベジタリアンっていうのができてきてるのね、最近。多い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 。多い多い。ほんと。うちの子も、あの旦那の子もそう、ベジタリアンの人にして。ああ、そうですか。ああ、それはちょっとびっくりだな。で、ここでもまあビール飲めます。ああ、その場所でね。それはピンタービール、あの、はいはいはい。あの、6時まででしたっけ、お店は。6時だけど、6時の後は、はい、あの飲み物と、はい、あの、あって、例えば、そう、あ、さっきお話に出たんで、あれは食べれるんだよね、うん、あの、ブルタンがね、マリのソーセージ、はい、とビールも OK、 あの、選べるわけだ。選べちゃう、はい、このお肉1万ルピアとビールも OK、
オッケー。そんな感じで。いいじゃないですか。すごいフレキシブルなオーダーの仕方ができるね。ただ単にうち旦那さんが包めないんでしょ。はいはい。テイクアウトの文献の紙を。だからそれでやってるんです。これはいいですね。じゃあ。ぜひそんなとこもだから僕なんかで言ったら知ってんだぞと、うん、彼女に対して見せたいわけですからね。ちょっとそのトゥブサヤ通り味はもう本当にこの折り紙好きやから、ね、これで彼女連れて行って、うん、こういうの食べれないとバリツーとは言えねえんだよ、うん、っていう話をしてさ、うんね、辛くしてほしくなければそれを言えば、辛くしないでって言ったら辛くできるわけだ、うん、これはね本当おすすめですからぜひ、名前はあるんでしたっけ、パンクスバレパンクスワレン、これね、俺ね、不満なんだよ。何覚えれない。覚えれないよね。なんか変えるとか言ってたよ。変えた方がいいと思う。あれ変えちゃうだってさ、わかんないんだよ。わかんない。だから、ワルンパンクスでいいんじゃない、うん、だからパンクスでいいよね。本当はプンワレっていうバリ語。そうでしょ、そうでしょ。お腹いっぱいになりますように。プンワレック、うん。バリ語でプンワレックっていうのが、お腹いっぱいって意味で。お腹いっぱいになりますようになんだけど、はい、うち旦那がパンク好きなんで、うん、ちょっと文字っちゃってね。ああ、そうか。余計わからなくなる。うん、あのね、覚えれない。ね、ワルン・トゥブサヤでいいんじゃない？いいと思うよ、いいと思うよ。ワルン・トゥブサヤ、ワルン・ワルン・デワでいいんじゃないの？ワルン・ワルン・デワ。で、ぜひ、あの、ナッシャンブルを堪能していただく金曜日と。ぜひ行ってください。美味しいです。はい、とか言ってるうちにもね、実は時間が10時なんでね。え？意外と。本当？本当、本当。ちょっと5分ぐらい延長するから皆さんお付き合いいただけたらね、お付き合いください。いや全然もっと喋ってください。もうどんどん喋ってください。皆さんあのコメントもどんどん受け付けておりますからね。今んとこであのコーナーしないと怒られるからね。575はね今お休み中なんで、お休みなんだ。なぜかというとみんな送ってくれないからどうもね、みんな送ってくれないんで。オッケー、じゃあ金曜日はワルンデワでちょっと俺は2だぜってとこをね、見せて彼女の心を掴んじゃうよ。10時まで飲めるよ。え、飲めないでしょ。飲める。9時以降。あ、お客さんがいるか。6時からいる分には返さないってことね。あ、6時以降でも、行くよって言ってもらえれば。行くよと予約の仕方もわかんないからさ。6時前に行くよ、いるよって言ってもらえれば。はいはい。6時前に入っていただければ何時まででも OK ってことね。はい。ぜひぜひ堪能していただきましょう。というわけで、木金とちょっと身内が続きましたけども、ここからじゃあ土曜日、いよいよ日曜日で帰りますからね。日曜日の夜にもう帰りますから。帰ります。土曜日はじゃあどこがいいかという話しましょうか。夜はちょっと弾けましょう、弾けましょう。再び、マラミングです。マラミング、あ、そうだね、そうだね。ちょっとここ大きいよ。ちょっと寒さとか。あ、寒さ。ハバナとか。なんですか、なんですか。ハバナ知らない。あのジャランデビスタのデビスタの、はい、なんだっけ、トゥトマックの、ええ、還元。ああ、元ドラゴンフライ。そうそうそう。あ、ハバナ、それどうなの。俺行ったことないですね。あそこはね、あの行くと元気になる。へえ、なぜに。世界中の人が踊ってるね。踊ってる。サルサのこう踊りを。あ、踊りとバンドがあるの。で、スタッフも全員一緒に踊る。バリ人の女の子。毎日？そう。ね、日曜日、この間聞いた時は日曜日はやってる。でも今、結構しょっちゅうやってる。あ、そうですか。土曜日とかやってると思う。あ、本当に、うん、で、そこで踊りながら、サングリアもあるし。サングリアね。ある。で、あのスペイン料理。スペイン料理もある。うん。へぇ。スペイン料理といえば、ビビンバ。わかんない。ケバブ。ちゃう。スペインのあのこんな暑いやつ何なんていうんですか。パエリア。ああ、パエリアか。おお、暑いやつで。なんでパエリア出たんですか今。あの観覧で来てるゆかりさんというところで。ゆかりさんも。暑いやつ。スペイン料理のほら暑いやつでパエリア出るって。パエリアすごい。出ないよ普通。パエリアね。あるし。南米の料理。南米じゃない、スペイン南米じゃないし。ヨーロッパだよ。ヨーロッパだよ。じゃあなし。まあ南米のサルサという踊りと、踊りとご飯も美味しい。楽しめる。ハバナってどこにあるの？ハバナって。ハバナは南米？南米。ハバナは南米だよね。チリ。あのジャマイカとか近いよね多分。ハバナ国？ここのハバナ共和国？ぽいね。そうじゃない。でもスペインのなんか写真やったけど、
キューバの近くあ、キューバ、キューバ、キューバ、あ、ぽいぽいぽい、あ、そうだ、キューバだ、キューバじゃないよ、キューバの近くの、キューバの隣とかじゃないそうだそうだ、キューバ料理もあったよ、あ、じゃあヨーロッパ、その辺だ、南米なんだよ、スペインじゃないんだよ、多分でもパエリアあった、パエリアあった、パエリアってスペイン料理だっけ、大体でも、サルサとかってルーツっていうか、あれね、サルサのルーツはどこなんだよ、南米だけど、うん、でもなんか似てませんか、きっと、もしかしたら何となんか、こう、踊る、暑い、暑い何と、何と暑いみたいな日本、30分ぐらいで行けんじゃないの、日本から、からじゃあキューバからスペイン行けない、いやいや、やばいって、ヨーロッパやばいわ全然わかれへん、スペインはヨーロッパの一番端っこですよ、なこう地球で左回りにしたら近いやん、大西洋舐めすぎ大西洋の距離やばいから、やばいやばいやばい、泳いだら大変、死ぬどころじゃない、みたいな、違う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 、はい、でも困ったお客さんだよ今日は気になってきた、じゃあ、あの辺のやつや、あの辺の踊りを、あのスタッフ全員が踊ってくるって楽しそうだね、スタッフも踊るし、なんかね、踊して教えてくれるの、ゲストっていうか、うん、お客さんもね、結構こう結構こうノリがいい人が多いんだ、ノリのいい人が多い、あー、それちょっと楽しいね、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいです、踊っちゃって、踊るテンション上げ上げだ、まあ、日本人がほんと少ないから、うん、多分、まあ、バーって満席でも日本人だけ、私たちだけとか、はい、全然踊恥ずかしくない、うん、まあ、日本人ね、やっぱりいたらちょっと恥ずかしくない、俺なんかね、絶対踊んないもんね、本当は私踊りまくってるよ、素晴らしいな、うん、踊ってこと、行ったことないです、行ったことないよ、行きたいんだけど随分乗ってるから一緒に行ったことあると思う、でもすごい話は聞きます、空気が良さそうだね、ぜひ、あのウブドで、ああいう感じの夜エグザイルがなくなって、あ、そう、エグザイルスがね、なくなったからね、以前ゲストでルブダスカスさんがね、サブエグザイルスやってたね、あれもなくなっちゃったから、今ハマーナがじゃあ熱いんだ、今はちょっとまたね、感じ違うけど、うん、でも今聞いてるだけでもちょっと楽しそう、そう、楽しそう、飲み物は何をおすすめましょう、サングリア、あー、やっぱサングリア、サングリア、サングリアで花は、サングリアがね、その入れ物が日本酒が入ってる、こういう、え、キャンタがこう氷になってる、日本酒が入ってる、日本酒のさ、冷酒入ってるの、こう氷がこう、なんかポッてかけた氷入ってるやつはない、え、わかる、溶けないようにこう、わー、知らない、日本酒が入ってるのって、こんなグラスの、ほら、じゃあ、デキャンタみたいな、カラフェみたいなに日本酒入ってるけど、氷が溶けませんよ、みたいな、こう、ピューって、なんか氷だけ別に入ってるんですよ、分かれてんねや、そう、だから冷えるけど、氷が薄くなる、え、ちなみに一杯いくらぐらい、あ、忘れた、おっしゃ、ね、いいですね、高くない、高くない、うん、よし、じゃあ土曜日はじゃあハバナだ、ハバナ、うん、ハバナでサングリアを飲んで楽しんでいただこうというそうそう、ね、その後死者で、死者で、死者、あ、死者っていうのはあれだね、水タバコ、水タバコがある、はいはい、お二人常連だよね、常連だね、死者結構ね、うん、水タバコは吸える、あのエクセルラウンジ、そうそう、エクセルラウンジ、ミントグレープ味が美味しい、あと水タバコ、うん、ふぅ、俺全然わかんないんだよ、混ぜれるんだ、あれだね、葉っぱじゃないんだよ、じゃないじゃない、全然アルコールはない、アルコールじゃない、アルコールじゃない、水タバコはなくて、本当にお水に、そういうなんかハーブみたいな、はいはい、例えばそのミントとグレープ、グレープを入れて、そう、その香りを楽しむ、で、お酒飲みながら、お酒飲む、なるほどね、そこでじゃあ水タバコをいただくと、でね、部屋の3時までやってるって、うん、入って一番奥の奥に、あ、死者、エクセルラウンジ入って一番奥の、一番奥の席が、はい、めっちゃクッションいっぱいある中に、はい、スクリーンがあって、うん、そこで寝転びながら見るね、じゃあちょっとビーフバーガーが美味しい、え、ビーフバーガー、ビーフバーガーが美味しい、ここに来て一番情報が多いな一番鮮明に、鮮明に出てくるね、ビーフバーガー一番奥の席で食べる、で、ハイネケンの生ビール、お、ハイネケンの生ビール、ここでは行きましょう、へぇ、ピッチャーがあるから、ほうほうほう、雰囲気がさ、結構暗めでさ、ちょっとなんかあれだよね、ムーディーだよね、だからイチャイチャしちゃうね、カップルで行ったらイチャイチャできる、え、奥の部屋ってのは個室に近いの、もうできちゃう、できちゃう、やろうと思ったらできちゃう。